はい、お願いします。すいません。そこで一つのアプローチとして、オープンソースによる IT 化というものを、提唱したいと思います。オープンソースの IT 化メリットは、イニシャルコストを抑えることができる、まあ、初期コストを抑えることができます。で、ソフトウェアの機能追加が可能です。オープンソースなんで、まあ、ソースが、公開されているので、なんていうかな、まあ、場合によってソフトウェアの機能追加が可能になると。で、まあ、あとは多くのフィードバックによる改善があります。オープンソースなんで、まあ、いろんな人が使っているので多くフィードバックが得られるということがあります。で、オープンソースの利用例としては、まあ、一番分かりやすいのはホームページの CMS 化が一番分かりやすいと思います。で、まあ、その次にグループウェアの情報共有とか一括管理っていうのがありまして、あとは社員同士のコミュニケーションなどがあります。で、あとメディアファイルの作成とか面白いのもいろいろ例としてはあります。でですね、次、まあ一つ一つ、まあ、代表的なものと面白いものを紹介していきたいなと思うんですけど、代表的な汎用 CMS、Zoops、 これは日本で最も普及している CMS です。Zoops は例えば身近なところで言うと、関学の理工学部のホームページも Zoops で作られてたりします。次は Joomla っていうのがありまして、世界的に最も普及している CMS で、まあ、主にヨーロッパとアメリカでかなり普及してるんで、まあ、英語のサイトでよく見かけるのが Joomla かなと。まあ、例といえば CNET とかも Joomla で作られてたと思います。次、Drupal、最近注目を浴びている CMS と書いてありますが、最近って言っても結構前なんですけど、Drupal は、NASA とかでも使われてて結構新進気鋭の面白い CMS になってかなと思います。でですね、次が、WordPress、まあ、これはかなり有名な CMS で、世界で最も普及しているブログベースの CMS です。柔軟なシステムで多くのスキンとかプラグインが存在します。例えば、うちのサークルの、サイトでも使われたりするんで、まあ、こんな感じのホームページの、構築も可能です。で、次グループウェア、まあ、企業の IT 化ってことなんで、ビジネスに絞って、ピックアップしてみたんですけど、オープンピーネビズ、まあ、一番有名なオープンピーネ、まあ、オープンピーネっていうのはグループウェアでかなり有名な、まあ、ミキシーライクの SNS を再現する、CMS なんですけど、例えば、この間先生が紹介された感覚の、ソーシャルガジェット SNS も確かオープンピーネだったと思います。で、それのビジネス仕様があります。まあ、タスク管理などいろいろビジネスに関する、機能が追加されています。ですね、これは、まあ、以前使っていたんですけどちょっと実情に合わないので廃止しました。で、現在使っているのが、コラビティブ、まあ、ドイツ語なんでよくわかんないんですけども発音は、ドイツ製のオープンソースのプロジェクト管理の CMS です。こいつは、今自分たちの、プロジェクト管理について使っています。次は、ね、面白いものとしてはですね、ソニックシャック、ね、これは T シャツのデザインができるデザインのソフトウェアがオープンソースで、あります。これかなり面白いかなと思って一つ、紹介します。でですね、次がフォブノックス、これはかなり面白いです。楽器やエフェクターをフラッシュ上で扱えて録音などができる、これありなんかっていうぐらいの、性能を持ってまして、ちょっと YouTube でデモムービーを見てほしいんですけど、まあ、有名な楽器とかエフェクターをそのまんまフラッシュ上で扱えるっていう、しかもこれがオープンソースで公開されているっていう、まあ、そういう事例です。結構面白いことができます。次、オープン、まあ、そんなオープンソース結構面白いやんけって話なんですけど、オープンソースの導入状況
で、実はですね、半分以上、半分ぐらいの会社がですね、オープンソースこれまで、利用検討したこともないと。で、4分の1が過去に検討したがオープンソースの利用には至らなかった。で、残りの4分の1が、まあ、使っているという感じですね。で、なぜ、検討したがオープンソースに利用に至らなかったのかというと、オープンソースには、まあ、ただ問題点があります。通常の IT 化同様に専門知識が必要なものがあります。まあ、導入簡単なもの、ワードプレスとか簡単なんですけど、まあ、他に難しいのもいろいろあるので、結構そこで手間取るかなって話です。で、ライセンスが多く、ホーム、管理が煩雑になりがち。まあ、これはあのどっかで調べたってわけじゃなくて、自分たち の経験から得た、まあ、感じですね。で、開発が中断する恐れがある。まあ、オープンソースで、まあ、フリーでやってるんで、まあ、あんまり収益性がよろしくないので開発が中断する恐れがあると。で、まあ、オープンソースシステムに不完全性があるということが、最大の問題だと思います。で、まあ、数字で見た方が説得力があると思うので、ちょっと見てほしいんですけど、一番多いのが安定性、開放性、まあ、不安、システムが不完全であるということが一番多い。で、その次に技術者不足と、まあ、人がいないと、人材確保が難しいというのがやっぱり中小企業にとっては大きな問題かなと思います。まあ、セキュリティホール、まあ、そこら辺も、まあ、不安定な、まあ、オープンソースの、欠点かなと思います。まあ、ノウハウとかも、まあ、結局技術者がいればノウハウがあるので、まあ、そこら辺が問題になってきます。でですね、ちょっとさっき話した、ね、経験則から、言いますと、商用利用とライセンスって結構、密接にかかっていくと思います。でですね、商用利用に向いている、ライセンスと向いていない男性です。それぞれあると思うんですけど、MIT ライセンスとか GPL ライセンス、PHP ライセンスは、まあ、結構商用利用に向いているかなと自分的には思っています。まあ、ここは結構主観的な判断が入ってるんで、あれなんで、で、BSD ライセンスなんですが、旧 BSD ライセンスだと思ってください。まあ、新しいのと古いのがあって、古いのがかなり使いづらいということです。で、あとは CC って書いてあるのは、クリエイターズコモンズライセンスって言いまして、まあ、結構ウェブ上のクリエイティブな活動におけるライセンスを全て、まあ、管理するっていうプロジェクトなんですけど、だいたいクレジット表示とかがついてて、まどろっこしいです。はい、ちょっと待ってください。